グリーンランドは現在5つの自治体に分割されている。なお図で番号が付けられていないグリーンランド北東部の区画は北東グリーンランド国立公園であり、ここはどの自治体にも属さない非法人地域となっている。定住者はいない。また、カースーとスップにある中陸軍基地は米空軍の管理下にある。 2018年1月1日以降の行政区画グリーンランドはかつてきたグリーンランドと南グリーンランドの2つに行政区画が設定されていた。その後、1940年に行政区画は統合され、ヌークがグリーンランド行政の中心地となった。1953年にグリーンランドはデンマークの植民地から海外軍に昇格し、 その際、グリーンランドはデンマーク語で、西グリーンランド、東グリーンランド、北グリーンランドの3つの群に分割された。北東グリーンランド国立公園は、東グリーンランドと北グリーンランドにまたがって存在していたが、非法人地域として扱われていた。その後、1978年の自治権の獲得、及び1979年の自治権の発行により、各地域の名称は、 西グリーンランドは北、東グリーンランドはツヌ、北グリーンランドはエバンナと、それぞれグリーンランド語に変更された。2009年1月1日の行政区画の改変により、グリーンランドの行政区画は4つの自治体に簡素化された。2018年1月1日の行政区画の改変により、カースートスップ自治体がアバンナータ自治体、 ケケタ立立自治体に分割され、後地域となる。2018年1月1日以降は、以下の行政区画で構成されている。2009年1月1日から2017年12月31日まで、以下の行政区画で構成されていた。2009年の改変以前の行政区画は、以下の通りである。自治体は軍部を構成する、開業政区分であった。ありがとうございます。